ガリアーノ・ガリアーノとは、イタリア産のリキュールの銘柄の一つである。液色は黄色、アルコール度数は35度、エキス分は33%。ガリアーノは、1897年に、イタリアのトスカーナ州のリボルノで、アルトゥーロばっかりによって開発されたリキュールである。ところで、酒の名称のガリアーノというのは、1895年から1896年に、 かけてのイタリア・エチオピア戦争で、イタリア軍の拠点であったエンダ・ジーザス要塞の守備を担当していた陸軍少佐のジュゼッペ・ガリアーノのせいから取られたものである。このリキュールの開発者のアルトゥーロばっかりは、この戦争で英雄とされたジュゼッペ・ガリアーノに感銘を受け、自ら開発したリキュールに彼の名を冠することを決めたとされる。なお、このリキュールにガリアーノの名を与えるにあたり、 アルトゥーロばっかりは、リキュールをガリアーノ家に送って、ガリアーノの名前を使う許可を得ている。1997年現在は、ボトルのラベルはすでに変更されてしまっていたが、かつてラベルには、ジュゼッペ・ガリアーノが防衛したエンダジーザス要塞が描かれていた。20世紀初頭には、アメリカなどでもすでに一定の知名度を得るまでになっており、例えばニューヨークでは、 カフェガリアーノという飲み物が流行していた。第二次大戦後になると、ガリアーノの製造権は、バッカリ家から、ディスティルーリー・リユニテディリー・クリーリ・ SPA に移った。生産拠点も1997年現在、ミラノ近郊のソラロという場所で行うようになった。ちなみに、ガリアーノのボトルは大変背が高いことで知られている。ものの、こちらは戦争の関係ではなく、 イタリアの建築に見られる、コリント式の円柱をモチーフにしたものである。2011年現在、ガリアーノは、そのままストレートで飲まれるだけではなく、カクテルに利用されたり、聖火に利用されたりしており、その消費値はイタリアのみならず、各地に輸出されている。ガリアーノの製造法は、完全には公開されていない。しかしながら、おおよそ次のようなものだとされる。まず、 ベースは中性スピリッツであり、これに、香味材料を浸しする。この時、バニラは、中性スピリッツに一定期間浸しした後、2回ほど、圧搾することで、バニラ風味の根性種を作り、これをタンクに一定期間貯蔵しておく。アニスは、中性スピリッツに一定期間浸しした後、蒸留という操作を行うことで、アニス風味の根性種を作る。他、ジュニパーベリー。 野郎でもアニスと同様の操作を行い、それぞれの風味の根性種を作る。さらに、様々な植物を混ぜたものでもアニスと同様の操作を行い、それらの香味がついた根性種が作られる。こうしてできた5種類の根性種を、ある割合で混合し、数ヶ月間タンクで貯蔵する。その後、中性スピリッツ、砂糖、水などを適量を加える。こうして、 アルコール度数35度、エキス分33%に調整されたものが製品となっているとされる。唐沢和夫、コーヒードリンク 246P18 柴田書店1995年8月10日、発行 ISBN4 から388から05755、X。ありがとうございます。